シャキーン。どうも、ドクター森野です。それではですね、本日はパークホームズララ名古屋港、アクルス、こちらの価格、そして間取り、モデルルーム訪問についてご紹介いたします。今回ご紹介するのはパークホームズララ、名古屋港アクルスです。アクルス、ちょっとアクルスって思わずアスクルって言っちゃいそうな自分がいますけど、気をつけましょう。アクルスです。物件概要、こちら第1期販売95戸となっておりまして、早速ご紹介してまいりますと、売り主はですね、三井不動産レジデンシャル、当然です。施工は長谷工コーポレーションで、価格は2480万円から4790万円、占有面積は 70.43 平米から95.71 平米。倉庫数は265戸で、規模としては10階建てのマンションとなります。交通面では、名古屋市営地下鉄の名鉱線東海通り駅から徒歩4分。所在地は愛知県名古屋市港区光明2丁目。竣工予定は、全体竣工は2020年の8月。ブライトコートとセントラルコート、まあ内訳としてはですね、ブライトコートとセントラルコートが2020年の1月、アリーナコートが2020年の8月ということで、全体竣工はアリーナコートの竣工に合わせて2020年の8月ということになります。約1年後ですね。駐車場は平面が265台、月額1万2000円です。駐輪場は265台ありまして、月額500円。バイク置き場は14台。月額3000円となっております。管理費は月額1560円から1万4360円。修繕積立金は月額4930円から6700円となっております。物件の具体的な地図につきましては、マンションマニアさんのブログの方をご確認ください。ララブランドはですね、どこも価格維持率が高いため、鉄板であることは確かだろうなと思い見学されたそうですが、やはり鉄板だったそうです。ちなみにですね、他のララブランドの価格維持率、こちらを見ていきますと、パークホームズララ新三郷、こちら私も行ったことありますけども、非常にいいですね。2014年地区、三郷市新三郷、ララシティ2丁目、また住所がおしゃれですよね。新築時の坪単価は約155万円で、現在は約150万円です。パークホームズララ湘南平塚、2016年地区、平塚市宮松町、新築時の坪単価は約165万円で、現在は約170万円。横浜のはですね、ただいま建て替えをしております。新三郷はですね、アドレスまでララシティにしちゃうとか素敵すぎですよね。良い意味で埼玉っぽいと。パークホームズララ名古屋港アクルス、最寄り駅は名鉱線の東海通り駅で徒歩4分、フラットな道のりです。名鉱線、もともとは名城線、こちらは前々からある路線ですから、駅の構内は結構な古さとなっているため、開発エリアの綺麗さとのギャップはかなりのものではあります。建設地周辺は東邦ガスの工場跡地となっており、ララポートが2018年に開業、現在は今回ご紹介するマンションの建設が進んでおりまして、今後も医療施設、まあ、あくまで予定となりますが、医療施設等なども予定されております。前々からあった周辺施設としては、フォーアスポーツランド、こちらは鈴木明子さんでおなじみですが、そして港区役所、港図書館、メガドンキホーテなどがあります。今回の開発でララポートの屋外空間が緑豊かな歩行者空間となっておりますから、小学校が近いことを含め、子育て世代にも魅力が多いことでしょう。スポーツランドにはゴルフの打ちっぱなし場もありますから、ゴルフ好きにも合うでしょう。22時もしくは23時まで営業しておりますので、帰宅後になんということも容易です。一体開発となっており、ララポートの目の前に立つマンションですから、おなじみのララブランドというわけでございます。柏の葉キャンパスみたくララポートと目の前でもララをつけないということもあるんですけれども、こちらはついています。ララポートへは目の前のエレベーターもしくは階段に乗っていただいてデッキを通るだけですから、マンション施設内からララポートの店内まで徒歩2分ほどです。
ララポートとメイントとは別式ですが、スタヤ書店へも直結しております。これはシャッターの閉まる音でございます。駅近でですね、ララポートが目の前、かつマンションも東西に長い敷地となっているため、南向きをメインにできており、よほどのことがなければですね、目の前に背の高い建物が建つということはないでしょう。まあ、よほどのことというのは、例えばララポートの撤退などですね。塔により竣工時期は異なりますが、駅に近い方から販売していくため、特に後発を待つ理由というのはないでしょう。後発塔も完成後は同一マンション扱いですが、メインエントランスまでそこそこ距離があるため、条件は先発塔の方が優れております。外観に関してはガラス手すりの色味を変えている程度で至ってシンプルでございます。ただ、マンションのメインエントランスの手前は植栽豊かなアプローチ。エントランスホールはニスを吹き抜けですし、ひさしの天井部を木目調とした車寄せがあるなど、マンションの玄関周りにはこだわりが感じられました。先発塔と後発塔の間に住民以外の方も通行できる貫通道路が設けられます。これにより北側に住まう方がララポートへ行く際に通ることになりますが、ララポート自体の最寄りは港区役所駅ですから、車以外でララポートへ行き来する全ての人が通るというわけではありません。この貫通道路があるおかげで、マンションに住まう方もララポートへ向かうエレベーターが目の前になるわけで、デメリットだけではないのです。それでは、価格と一部の間取りについて共有していきましょう。アリーナコート、南向きですね。A91A2 タイプ、4LDK91.76 平米。こちら2階から9階がですね、3770万円から4350万円。坪単価にして135万円から156万円です。A84F の2タイプ、4LDK84.32 平米、5階が3580万円で、坪単価は140万円。A71E1A タイプ、3LDK71.92 平米、3階から9階が2910万円から3250万円で、坪単価は133万円から149万円です。A76D1B タイプ、3LDK76.88 平米、3階から8階が3120万円から3390万円、坪単価にして134万円から145万円です。A91J タイプ、4LDK94.24 平米、2階から7階がですね、3880万円から4520万円、坪単価にして136万円から158万円です。続きまして、ブライトコート、南向き。こちら、申し込みベースで完売です。セントラルコート、東向き。C71E1 タイプ、3LDK71.92 平米、7階から9階が2850万円から3010万円、坪単価にしまして、131万円から138万円です。続きまして、C76D1 タイプ、3LDK76.88 平米、5階がですね、2990万円で、坪単価は128万円です。続きまして C72C タイプ、3LDK72.82 平米、7階から9階が2840万円から3000万円で、坪単価にして128万円から136万円です。こちら平均坪単価は約140万円となっております。設備仕様はですね、大規模マンションながらディスポーザー、こちらはついておりません。食洗機はありますが、浴室ブラケットライト、トイレは古めかしいタンク式、可動式ルーバー面押しなし、構造は自家床、二重天井など、押さえているところは結構押さえております。押さえているというのはついているという意味ではなくて、価格を押さえているので、設備がこうですよというところはありますよということですね。その代わり価格だけではなく維持費も抑えておりまして、管理費は平米あたり月150円ほど、修繕積立金は月額70円ほど。こちらですね、将来の値上がりも3倍程度に抑えるということですので、目に優しいものとなっております。設置率 100% で平置き駐車場が用意されておりまして、月額1万2000円徴収しているのも影響していると思います。車の所有率の高いエリアですので、所有しない人の分は2代目需要もあるでしょうから、大きく空きが出てしまうという心配もないでしょう。
平置駐車場は全ての区画が月額1万2000円なのですが、建物まで数メートルの区画もあれば50メートルはあるだろうという区画もあるため、運次第で使い心地が大きく変わりますから、抽選の際はドキドキですね。さらに魅力的なのは全戸部のサイクルポートを完備しているということです。無理な配当計画とせず、北側にゆとりを出して平置駐車場、そしてサイクルポート設置率 100% とは贅沢な仕様ですね。共用施設はパーティールーム、キッズルームくらいしかないものの、目の前がララポートですし、近くに図書館やスポーツ施設があるわけでございまして、共用施設を少なめにして維持費を抑えるのは正解かと思います。まあ、ララポートが共用施設みたいなもんですね。まあ、パーティールームの代わりにゲストルームであってもよかったのかなと、まあ、個人的にも思ったり思わなかったり、これ余談です。可動式ルーバー面格子、こちらはないものの、玄関はそれなりに引っ込めていますので、共用廊下に来る必要はございません。設備面で特徴なのは、各戸にですね、エネファームと、ヘムズですかね、ホームエナジー、マネジメントシステムと、ヘムズですね、こちらが採用されております。エネファームはリースではないため、本体代も販売価格に、まあ、転嫁されていると考えれば悪いものではないでしょう。もちろんリースではないので維持費は自己負担となります。東邦ガスの工場跡地ですが、東邦ガスが完全撤退というわけではなく、東邦ガスのエネルギーセンターによってララポート、そしてスポーツ施設、区役所、そしてマンションへとエネルギー供給がなされる、いわゆるスマートシティとなっております。万が一停電の際も明かりが途絶えないという町というわけです。ハザード2メートルエリアではございますが、万が一に備えまして1階部分でも2メートルかさ上げされておりまして、液状化対策の地盤改良工事、こちらも実施済みとなります。それでは周辺相場を確認していきましょう。ザ・マリンスクエア2010年築、公明2丁目新築地の坪単価は約125万円、現在は約110万円。アメニティ公明2015年築、公明1丁目新築地の坪単価は約130万円で、こちらは直近売り出しの事例はございませんでした。以上の相場からパークホームズララ名古屋、港アクルスの将来価値を予想いたしますと、 A71E1A タイプ 3LDK71.92 平米、5階、3080万円が新築地のお値段ですが、築10年時には2840万円と予想いたします。こちらあくまで今の相場からの予想となりますので、ご参考ということでご確認ください。価格維持率としてはかなりの手堅さが今後期待できるでしょう。それではですね、恒例のシミュレーションです。シミュレーションなんだろう。ちょっとハイになってますね。いやー、国民皆さん、いやどうでしたか。それでは、恒例のシミュレーションに入ってまいります。こちらマンションマニアさんがゲットした非常に触り心地のいい、名称はなんと謎の魚という、お人形ですね。それでは行きましょう。シミュレーションですね。名古屋名高線東海通りを8時3分に出発しますと、金山には8時9分の到着、栄には8時17分、名城公園には8時21分、名古屋ドーム前屋田には8時30分の到着となります。続きまして東海通りを8時に出発しますと、名古屋港には8時5分の到着となります。続きまして金山駅から東海道本線に乗りますと、金山駅を8時14分に出発しますと、名古屋には8時18分の到着となります。堺、伏見、丸の内、名古屋あたりが職場であればドアトゥードアで30分以内も十分可能な立地となっています。名高線は2020年度にホームドア稼働予定となっております。西側の線路は貨物線となっており、週3往復しか通りませんから電車の音問題としてはほぼ無縁ですし、高速道路までもそれなりに距離がありますから、駅近の割に静かな環境となっております。
それでは総評です。これはもう手堅いですね。室内の設備使用は抑えているところもありますが、価格や維持費を抑えておりますので、ハイグレードマンションじゃなきゃ嫌というこだわりが、ないのであれば満足度としては高いことでしょう。設備使用を抑えているからこそのメリットもあるわけで、そこさえ気にしないのであればですね、ご本人にとってはプラスでしかないわけです。もちろん、もっと名義寄りで購入した方が不動産としての価値は手堅いわけですが、坪単価140万円で平均占有面積79平米ほどというゆとりですから、名義によれば実現できないものでございますし、この単価で買える新築マンションとしては名古屋ではこれ以上ないどえりゃいい物件ということになりますね。ですので、気に入ったら買わないという選択肢がないと言っても過言ではないくらいおすすめの物件となります。近くにですね、ララポートがあれば、私もですね、ララポートなど商業施設に近いご物件をご紹介することもちろんありますけれども、やはり商業施設はですね、車でいらっしゃる方も非常に多くいらっしゃいますから、駐車までの時間というのも相当長いわけですね。でお帰りの際もですね、おそらくメインの通りに出るまでもちょっと時間を要しますし、道路なども混んでいると。ただそちらへ歩いていける、しかも、近い距離で行けるというのは非常に魅力がありますよね。もちろん住んでいる方にとってのメリットというのもございますし、おじいちゃんおばあちゃんとかですね、いらっしゃった時も、お子様をですね、手軽に連れ出すことができると。まあ、ね、やっぱどっか行きたいわけですよ、久しぶりに。まあ久しぶりか近くに住んでいるかは人それぞれかもしれませんけれども、ね、まあ一緒に住んでなければですね、かわいいお孫さんと一緒にララポートに行きと。欲しいものを買ってあげて、食べたいものを食べさせてあげるということも商業施設が近ければできますので、そういったことも含めてですね、魅力あるマンションではないでしょうか。ちょっと息が切れそうです。いやー、取りましたよ。2500円ぐらいで。ああ、それはもうすごいしますね。しますね。いや、ちょ、これすごいですよ。この触り心地やばい。めっちゃいいですね。すごいな。すごい。いやー、こちらのパークホームズ。ララ。名古屋。アクルス。アスクルスです。え、アスクルス。いや、違います。アクルス。こちらですね、はい、プラウドタワー栄とは全く違います。まあ、東京で言うんであれば、まあ、本当にこの東京の都心の、物件と、いわゆるちょっと離れた湾岸のエリアという感じでございます。まあ、東京の湾岸みたいな価格ではないですけどもね、はい、まあ、距離的には、ね、似たものがあって、まあ、ちょっとベイサイド的な感じで、はい、まあ、この価格で三井のこの物件買えんならもう設備しようなんてもう、もうしゃあないですよ。しゃあない。で、リセール割はいいと思います。はい、栄と違って長らは難しい気がしますけどね、うん、ただ10年後買った価格と大差はないかなっていうところではあります。こちらはまあもう本当に単刀直入に、今名古屋で買うならプラウドと栄とパークホームズララ名古屋アクセル、この2件もうこれでOK! 私もいとこに進めたいと思います。はい、会いましょう。はい、てか、萌えさんここでいいじゃないですか。いや予算的にちょうどよくないですか。あ、予算的に、はい、目に優しい価格です。ここで行って名古屋に店舗出しますか。ちょっとですね、まだあんまり表にいないですけど、そっち方面でいい情報もですね、ありますので、それは来月、再来月ぐらいに発表できるかなと思いますが、名古屋もいいじゃないですか。名古屋そうですね。萌えさん住んで、ここ近く。味噌煮込みおでんとか。まだここ転勤。またゼロから始まる感じですけど。はい、じゃあ締めお願いします。はい、こちらのですね、パークホームズララ、名古屋港アクルスと。あ、港つくんでしたっけ。あ、そうですね、はい、失礼しました。はい、あ、いえいえ、
住まう方がですね、なんか幸せになるような、まあ、そんな気が読んでるだけでもする、まあ、そんなマンションではないかな。臭いこと言いますね。なん住まう人が、はい、なんかこうみんなが幸せになれるような。みんなが幸せになれる。はい。すごいですね。沢田近くみたいな。まあ幸せになろう君がいれば夢が夢じゃないできることがいっぱいあるです、ね、価格も比較的手が出しやすいですし、はい、近くにララポートがあればですね、はい、住んでる人も、はい、たまに来るおじいちゃんおばあちゃんにとってもいいような気がしたんですね。はい、さすがでございます。はい、では皆さん、パークホームズララ名古屋みなとアクルスを買ってください。それではまた皆さん、お会いしましょう。またねー。待ってますよー。さよならー。